はいおまけの私物ですおまぶつ<れ>開,開けてますね何気に <laughs> 普通にスワンクリスタルこれさ、うん、どうしましまた電池がまだ封されてんだけどさえっじゃあこれ新品新品なのかなこのスワンクリスタル新品状態で作ったさんさ結構他のも見て思うけど、うん、買ったはいいけど、うん、やらなかったもの多そうだよねピカピカじゃないですか新品じゃないな ソフトは刺さってるわ魔改造したが入ってるあっ魔改造したが刺さってる戻してるそこに遊んでんなこれうんあれでもこの魔改造紙のパッケージなんか重いぞあ,あケースがケースが入ってんだなるほどねこのケースにちゃんと封入してしまうんだ電池入ってるねひょっとしてだけどさ神谷さんはさ、うん、この初期についてる電池を使いたくなかったんじゃないのえ電池までコレクションするだから完品状態みたいなさ そんなこだわりまでいくと気持ち悪い,いや,悪いいやでもあるのよそういうのある人いるのよでもなんかえ「ワンダースワン」ってそんな薄型の携帯ゲーム機ワンダースワン」はなんか一応ゲームボーイとかの対抗としてうわーやべえやばいてい言いっぱなしだから「ええやばい」言っぱしてから「えやばい」 わわわ久しぶり見たわ電池から生きれしてんの生きれしてますさこれフォーゲーマーの方ほうで処分してあげるんでうわあ明らかな有害物質の地面にフォーゲーマー草木生えなくなるからいやまあ電池まではいいか起動するんですかねでもこれ起動はするんじゃないいやでもわかんないですよ試してみましょうせっかくだしそうか すみませんなんかあれですね放置車両にエンジンかけるみたいな楽しさありますねこれ本当だね、うん、大丈夫ですか起動した瞬間爆発とかしないですよねあ <laughs> あ、ちょあ画面かあ、画面ザラザラしてる画面壊れてないこれさすがにもうダメか本体死んでるっぽいねあでもソフト刺さってないからじゃないですか試しにこの「ファイナルファンタジーを」を浮かしてみる お普通に起動した音だけならいいかな生きてんじゃんこれやべえやべえカズ君やばいぞテンション上がるえっとねセーブデータの名前とか発表しちゃうデータ残ってました見せてください ええーまあ別に言ってもいいんだけど主人公の名前はヒロなんだね神谷史のヒロなんだねあ神谷さんのゲームネームがハゲームネームはヒロでござい神谷さんだもこういうのね神谷君にあげる時は全部初期化してからあげないとダメだでこっからが問題なんだけど残りのキャラの名前がうん うん、基本的にはこれ「ファイナルファンタジー」10のキャラを中心に本んですね「ユ,すねユーナ」うんこれ「ティダロ」っていうのはティーダのことだよね多分そうですよなんでティーダはティダロなちょっと素直に入れてあげないんだ「<laughs> ティダロ」で「ワッカ」うん「ユーナン」うん「うん、ルフルフ」ってなってるねすげえおもしれえちゃんと遊んでるデータねこれおもしれえなうんおもしれえな人のデータのぞくのってなんか <laughs> 暗い喜びあります、ね、いやそうなんだ,、ね、だからこういう危ないんだよ、うん、中古ームそ,そう言いつつ魔界投手さだだってお前こ,これ最後までやってたんだよわあ,あまあまあそうですねワンダースワンカラーの差しっぱでしたもんね起動するかなしてしたしてるワンダースワン丈夫だなまだこれ保証期間内なんだいけるねうん <laughs> お。う まあ主人公の名前はね当たるから、うん、わかる主人公の名前えっヒロでしょあ,あ当たり <laughs> <laughs> やっぱそっちもヒロかこっちもヒロですね、うん、でも残りは特にな,んかなさそう、うん、ボーンとかなんかそういう名前だから骨のやつだからボーンみたいな<ー>ちょっともうゲーム開き始めたのかなそん <laughs> なことないね当然単純にこう命名ルールとしては基本も基本じゃないですか、うん、そうか いやー面白いなこれらちょっと今後探り入れてったらあどうしますなんかデータ生かしたまま配信しますもん生かしのまま神谷博士のデータを次からやってみたっていう,、うん、そう企画をねあり <laughs> で絶対面白いでしょ青木さんに許可いるのかな <laughs> それか本人に来ていただいてちゃんとクリアしてもらうあ<ー>最後までやってください。責任持ってもらっていいですか出てくれっから <laughs> 今回の件でより出てくれなくなった。<laughs> <laughs> 確かにあり得る。今回の件で距離をより置かれる可能性はある。<laughs> でもこれらの所有権はすでに俺に渡ってるから問題ないはず <laughs> <laughs>。肩 <laughs> に物をあげるってのはこういうことだぞ。そう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 。ダンボール三箱も送ってきやがって。ざまみろ。<laughs> <う>あこれはあこれは普通にやってんのえ。さが<ー>。なん<賀>でも全部起動するんだなちゃんと。うん、これ電池の持ちってどんぐらいなんすか。一本でしょだって。炭酸。 えーとね、もうんそうね確かね34とかそのぐらいだったける信じられないですよ炭酸一本のそうなのだから当時芸能界遊んでた子供たちからすると、うん、すごくよくできたハードだったんだけど、うん、やっぱり結局ハードを左右するのってソフトだから、うん、難しかったんだよねあと俺の手には小さすぎるよこれ、うん、この方向キーが2つあるの意味不明なんですけどどういうことなんですかするよよ軍兵やる 横井郡平さんが作ったすげえ未来のゲームじゃん今のハードでもないじゃないですかこの時の今そうね今のそうねプレステとかこうやって持たないもんねでもスマホの走りっすよ中さんこれほらでもスイッチはワンチャン可能性はあるそういう持ち方バランスは悪いけど時間たちすぎちゃうというわけですごい気にするようなおまけおまけの私物でした